ボートレース常滑が舞台です。 G3 レディース笹川杯5日目勝負の準優勝戦参考レースの始まりです。競争水面長まずは1つ目第10レースを迎えました。なおこのレース5号艇のカーノメイは全レース負傷のため欠場です。したがって5選手による争いとなります10レース。1号艇細川優子、2号艇水野望み、3号艇に谷川理恵、4号艇大滝明日香、6号艇は永井雅美です。高和皇帝に登場です。一つ目の陣牛一本持ちでもピシャリと決めます。1号艇の細川優子、人気の中心がっちりとインコースを抑えるところ、今入れました。そして2コース、今節は気持ちの入り具合がいつもと一味違います。2号艇の水野望みセンター3コースです。勝負レースの攻め技とくと拝見です。谷川理恵そろそろ続きます。4号艇の大滝、そして一番外コースを引っ張って6号艇長井、さあ引いた、溜めて引いて3角になるのが3号艇の谷川、4コースが4号艇の大滝、5コースを外、整備の後にまた整備と、とにかく立て直しに一心不乱でありますが、長井は1番外5コース、この長井を含めほとんどオールアイチと言ってもいいでしょう。地元の注目女子レーサーの対戦、2対3のスタイルインから1番2番3番4番6番です。今スタートしました。4コースから踏み込んだ4号艇の大滝、スリットが3コースが出る、3号艇誰かグリグリいった、まくっていく、握りつも追走する4号艇の大滝、奥から V ギャス、もっと刺して6号艇の長井が来るのか、先頭リーダー3艇身4艇身と攻めっぷり、3号艇誰か先頭、2番手は6号艇長井、内をついた、3番手は1号艇細川、一周にマークの旋回、スタートは前提正常です。インに振って2号艇水野が前を伺うところ、6号艇長井は抱いてかわすのか、奥から抱いた、外を回って1号艇細川旋回ホームへ帰る、グイ2号艇の水野が覗きました。2番手判定士先行、アウトサイドなんとかしたい、6号艇の長井、5艇が2周目に入ります。2周1マークの旋回に向かうところ、インに回って判定士、1艇士先行する、2番手は2号艇の水野、アウトサイド6号艇の長井が相当強襲、バックスレッチャーいる、決まるかどうか、このプレー耐えました。インコース1艇士先行中、2号艇水野アウトコースから懸命です。6号艇の長井、その差およそ1艇士、それが1艇士少し広がった、時計らを通過、2コーラある旋回に入ります。先頭は独走態勢、3号艇谷川、2番手は3艇身先行する、2号艇の水野諦めません、6号艇の長井が打ちをつこうとホームへ帰るが離した、2番手リードは3艇身、4艇身2号艇の水野、3番手が6号艇の長井、センター独走態勢、3号艇の谷川、3艇並び3蓋6となって5艇が最終周回に入りました。3周1マークの旋回から線がバック直線、3号艇の谷川先頭、2番手は2号艇の水野がキープ、3番手6号艇の長井、上位3艇並びは3番2番6番となっています。4号艇進行方、4番手4号艇の大滝、5番手最高方が1号艇の細川、5艇立て競争10レース、ラストマークの旋回から線がホーム直線へ、独走は3号艇の谷川、2番手が2号艇水野、3番手6号艇の長井とついた、土壇場5号艇大滝攻めるんですが、どうでしょう、おお並ぶのか、もしかして先頭3番谷川合流、2着8番の水野合流、3着はどうやら4番の大滝わずかに優勢か、6番長井1番の細川合流です。